皆さんこんにちは、ゆみねむです。聞こえますか？こちらのマスクはですね、職場で、いただいたもので、一応ね、オーロラですね。はい。素敵な、カナダらしい。じゃ本当に、仕事休みなんで、化粧はしてないです。髪の毛もナチュラルです。はい。あ、これもちょっと昨日自分で切ったんですよね。はい。わかるかな？もうちょっとね、まだね、未完成なので、ちょっと今日気になるところはまた切っていくっていう、数日かけて完成させていくセルフカットスタイルですね。ユミネムはね、もうカナダではずっとセルフカットしてですね、実は。いろんなね、動画見てもらうといろんな髪型をしてるじゃないですか、私。で、全部自分で切ってるんですよね。日本に一時帰国するときだけは美容院行ってます。中学からね、ずっとお世話になってる美容師さんいるので、そこに行ってるんですけど、カナダではずっと自分で切ってますね。何回かね、カナダの病院行ったことあるんですけど、なんか気に入らないんですね、私。自分で切ろうと思って自分で切り始めたら、お、いけんじゃんみたいな感じで、はい。それからもう6年ぐらいずっと切ってます。どんなハサミ使ってるのか気になる人もいると思うんで、ちょっとハサミの紹介をしたいと思います。こちらです。あれ、見える？これですね、もう何十年前なんだろう。これ品番とか書いてある。特製38番で REG トレードマーク OK みたいなこと書いてあると思うんだけど、これね、実は私のひいおばあちゃんかなが使ってたんですよ。私のひいおばあちゃん、美容師さんだったみたいで、昔ほんと死ぬまで髪の毛切ってた人なのかな。はい。東京でね、多分髪の毛切ってたと思うんですけど、その時に実際使ってたものを私が今自分で髪を切ってるっていう感じですね。結構私のおじいちゃん、おばあちゃんとか、床屋さんとか美容師多かったみたいで、多分その血をちょっとね、受け継いで自分も髪の毛切るのが好きなのかなって思いますね。で、あとは、これですね。これはね、Amazon で、なんかちょっと評価が良くて買ったハサミなんですけど、すっごくスパスパ切れて、特にメンテナンスとかもしてないんですけどね、この両方のハサミ。すごいよく切れますね。で、どうやって後ろ切るのってよく言われるんですけど、こうちっちゃい鏡、手鏡と、後ろの、大きい鏡でこう見ながら合わせ鏡で、切ってますね。こうして後ろに鏡を置いてこう切る感じですかね。とか、触りながら切ったりとか。長いことやってると慣れますね。で、自分で髪の毛切れるようになってよかったなって思うのが、やっぱかなりお金が節約できるなって思うし、髪の毛切りたいな、わーってなって予約して、で、数日後に行くっていう、その、なんていうの、手間が全然ないし、自分で切りたいと思ったら、バーって服脱いで、バスルーム行けば、もうバーバーユミネムですわ、そこは。それがいいかなと思って、もう、こっちで美容院行くつもりもないですね。自分で はい。こんだけ切れたらいいかなと思って。で、あと、結構私、髪の毛セットするんで、あんまり目立たないんですよね、下手なところが。はい。以上髪の毛のセットでした。ん？以上髪の毛のセットでしたじゃなくて、以上自分はセルフカットしてますっていう。はい。で、実はね、ユミネムのひいおばあちゃんは美容師さんだったよっていう話ですね。はい。あ、そっか、なんか話そう。最近のユミネムはみたいな。What's up, ユミネムみたいな感じで話しますか？最近の私はですね、週3で仕事行って、空港で働いてるんですけどね。グランドスタッフってやつでね。空港の状況って今どうなってんのかなっていうのを気になる人もちょっといると思うんで、ちょっとシェアさせていただくと、今、バンクーバー空港は、もうほとんど誰もいないんですね。写真を見てもらうとわかるんですけど、これが8月、2019年の8月の到着ロビーの様子ですね。で、こっちが、2月ぐらいかな、今年の2、3月、あ、3月かな、の様子ですね。もうほんと人が誰もいないじゃないですか。もうこんな感じがもう1ヶ月以上続いていて、
さらに日に日に人が少なくなっているっていう状況で、国際線の便がバーって書かれてるじゃないですか、国際線だけの掲示板で、それがなんかもう国際線がなさすぎて2便とかで、しかも1個キャンセルしてるから1便しかないとか、そういうもう超寂しい掲示板になってて、で最近になってこれが国内線と国際線が一緒の掲示板なんですよね。なんでケローナ行き、ホワイトホース行き、トロント行きの中に日本行きみたいなのがある状況ですね今、はい。そう、あの手荷物検査とかあるじゃないですか、保安検査で、あれも国内線と国際線が一つになってるので、そう一つですね。そんなのありえないじゃないですか今までだったらね。まあそんな感じになっておりますね。で、あの通勤の時の電車ですね、電車ほとんど人がいないですね。まあ混み合ってるのすごい嫌いだったんで、私満員電車満員バス嫌いって言ってたじゃないですか。それが今ない現実なので、結構通勤のストレスはなくて天国ですね。天国、隣に誰も人が座ってこないし、前後ろにも誰も座ってこないんで、その誰が座ってくるんだろうとかっていうストレスが一切ないから、まあ幸せだよね、うん。次のビデオで私はチョコレート食べたいんですよ。あのたまに食べたいじゃん、チョコをね、ちょこっと食べるとなんか幸せじゃん。でね、イースターが終わったんですよ。イースター終わって、でこのチョコレートなんと50セント50円にも満たないですよ。だとこれ もうイースターのバニーちゃん 2、3ドルだったのかな、それが今50セントになっちゃって、もうたくさん並ばれてたんですよバニーちゃんが、もう寂しそうに。なので私はこのバニーちゃん保護してあげました。はい、もうね、次のね動画でね、私はねこのバニーちゃんをバリ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 食べたいと思います。はい、ってことで、今日も見てくれてありがとうございました。コメントしてくれるとすごい嬉しいので、コメントをくれると嬉しいです。はい、嬉しいことは2回言います。ということで、また次のバニー動画でお会いしましょう。またねー。